この論文にはグラフがありまして、それを見ますと、これ左にひし形が寄っていると死亡率が下がったということですけれども、総死亡は 25% 下がっているほか、心臓疾患については 26% で、がんについては 23%、 脳血管疾患については 24% と。こんにちは、ステラメディクス代表、獣医師でジャーナリスト星吉貴と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから広く知っていただきたい情報を科学や理系の視点から動画としてお届けするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また評価やコメントもお寄せいただけましたら幸いです。今回は唐辛子の健康効果についてお伝えしたいと思います。前回はオリーブオイルについての論文をご紹介しました。もともとこういう食品の健康効果についての論文は多くありまして、これ中でもシステマティックレビュー、メタアナリシス、メタ解析と呼ばれる分野の論文については、特にその信頼性が高いというふうな評価がありまして、そういう論文について連続してお伝えしたいというのは前々から思っておりまして、今回その食品に関係したシステマティックレビュー、メタ解析の論文について見繕って連続でお伝えしたいと思います。今回は唐辛子についてお伝えしたいと思います。これまで2つの唐辛子に関係する動画をお伝えしてきました。1つはノーベル賞に関係するもので、2021年のノーベル賞が体で唐辛子の成分であるカプサイシンを感じ取る TRPV1 という受容体に関係するものでした。これ辛みを感じるだけではなくて、痛みを感じるためにも機能しているということが分かりまして、体の痛みを取るような医薬品の開発に応用できるという、そういうことも期待されている、そういう研究でした。もう一つは唐辛子のカプサイシンががんを防ぐのかどうか、むしろ増やすのかという、そういう論文についてご報告しまして、これ結果としてこのカプサイシンが胃がんを防ぐような効果があるという、そういう論文をご紹介しました。今日はこの唐辛子を多く摂ること少なく摂ることということで、その人の死亡率がどう変わるかという、そういう研究発表です。結論としては、唐辛子を多く摂る人というのは 25% 総死亡が減るという、そういう研究です。今回の研究グループは、これ今まで報告されてきました唐辛子と総死亡に関係する論文を集めました。で、結果57万人分のデータを4つの研究から抽出しまして、でこれから総死亡のほか心臓疾患、またがん、あと脳血管疾患による死亡のデータをまとめまして、リスクの低下がどれくらいかというのを調べています。この論文にはグラフがありまして、それを見ますと、これ左にひし形が寄っていると死亡率が下がったということですけれども、総死亡も心臓疾患もがんも脳疾患、脳血管疾患もですね、これ全部左に寄っているということから、これ全体的に死亡率が下がったということが、過去の研究から言えるというのが一目瞭然です。総死亡は 25% 下がっているほか、心臓疾患については 26% で、がんについては 23%、 脳血管疾患については 24% ということで、全体的に2割から3割ぐらい下がっているという、そういう結果になっています。今回のシステマティックレビューメタアナリシスは、そのメカニズムまで分析することを目的とはしていませんけれども、これまでの報告からこのカプサイシンを受け取る TRPV1 を通して脂肪が燃焼する効果があるということや、または心臓のところでサブスタンス P というのが出てきて心筋梗塞を防ぐような効果があるなど、循環器疾患やその代謝にとって良い効果があるということが死亡率の減少につながるのではないかということを指摘しています。システマティックレビュー、メタアナリシスによってこのように死亡率の低下を示せたということになりますけれども、研究グループによると、このような研究分析によってこの死亡率に対する影響を報告したのはこれが初めてではないかということを説明しています。
まあ激辛ブームということで、まあいろいろ辛い料理が人気ですけれども、まあ、健康にいいっていうことはこれとても良いことですので、まあそういう健康効果もまあ徐々にはっきり認められてくるようになると、まあ、この人気というのはもっと高まってくる可能性もあるのかなと、まあ、そんなことを予想します。今回は唐辛子と健康効果についての米国はじめ、まあ、国際研究グループの分析結果についてご紹介しました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆様の意見が参考になりますので、高評価低評価いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。またコメントもお気軽にお寄せいただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。